楽しかったですよ。ダンスやったりとか、ダンス苦手なんですけど、まあすごい先生がいらしてくれたので、なんか一生懸命それを真似してやったんですけど、あとはそうですね、釣りなんかもああやってこうかっこよく回ったりとか、かっこよくこう決めて着地するっていうワイヤーアクションは僕実はやったことなくて、ライダーの時にこう吹っ飛ばされるとか、なんかやられるっていうこう釣りのアクションもあったんですけど、こういうかっこいいこう釣りのアクションも初めてだったので、いや難しかったですね。やっぱりアクション部の人たちがいかにすごいかっていうのはよく分かりました。はい、タイミングとか合わせるの、そうですね、難しいですね。見てるより全然難しいですし、すぐコツを習得されて、いやでも難しかったですよ。相当疲れましたね。もっと練習して臨みたかったなと思いましたけど、はい、ありがとうございます。グラフィック撮るときに初めて見たんですけど、第一印象やっぱかっこいいなっていうのと、こう正面から見てうわ大きいなっていう印象が強くて、まあ、もちろん軽なんですけど、まあ、コンセプトの言う通り軽なのに SUV っていう、そのやっぱり魅力が一目見ただけで分かるし、で中もすごい広いんですよ。これ乗ると分かるんですけど、あの運転席と助手席のなんていうんですか、つなぐこの下の部分もあのつながってるんですよね。そこもすごくあの乗り心地いいですし、あとナビですね、ナビがあの新しくなってすごく大きな画面になってて見やすいので、内装もかっこいいですし、 あとカラー11色だで11色あって、しかもこのカスタムもあるって聞いたので、これだったらどうするかな。何色を買いたい？いやでも黄色かっこいいんですよね。そうですね、真っ黒っていうのを見てみたいですし、そうですね、でもこれもし選ぶときに、要はこうパンフレットとかで見ているのと実物で見るの全然多分違うじゃないですか。色鉛筆みたいにこう店頭に11色並べてほしいですよね。クロスをそれ分かりやすいですけど、いや全然違うと思うんで、多分この質感とかが、はい、ありがとうございます。あったかくなり始めて、まあ、今年も花粉が心配ですけど、でもやっぱりそうですね、だいぶ太陽とかも綺麗に出てくると思うので、春はそうですね、僕東京に住んでるんで、どこ行くかな。でも全然軽ですけど迫力あるんで、高速も乗りたいし、キャンプとかもいいですしね。多分後ろにこう席をずらしたりして荷物もたくさん入るので、兄弟連れてキャンプ行ったりとか、なんかアウトドアしたいですね。はい、ちょっとお出かけしたくなる。そうですね、うん、ガンガン音楽かけて、はい、あれですね、次の日大事な仕事があるときは、友達の誘いを断る。それが多分次の日のパフォーマンスにだいぶ響いてくるんじゃないかなと思います。ストイックですね。そうですね、一回やっぱそういう楽しい場に行っちゃうと帰りたくなくなっちゃうんで、もう仕事の前前日はきっぱり断って、その仕事の、日のために時間をこう費やすっていうことが多分一番いいパフォーマンスにつながるんじゃないかなと思います。メリハリがある、ね、そうですね。逆に休日は結構アクティブに過ごされてる。僕は早起きしますね。もう9時過ぎに起きちゃったりなんかしたら本当に最悪だなと思いますね。一回7時半ぐらいに起きたいですよね。でお風呂入って体温めてから何しようかって考えます。でも池クロスあれば休日も。そうですね、朝から運転したいですねやっぱりね。はい、まあ、春先に控えてる作品とかもあるので、
まあどうしてもあの作品が入るとその役の準備になってしまうので自然と新しいことを始めたりするんですけど、多分今年もそれがあるので楽しみにしていてください。はい。Drive your ambition, Mitsubishi Motors.